2018年ピョンチャンオリンピックのアイスホッケー競技は2018年2月9日から25日まで男女に種目が実施された。2017年4月3日に NHL がピョンチャンオリンピックに選手を派遣しない意思を表明した。競技は男子12カ国、女子8カ国が参加して行う。2015年のイーホフランキングに基づく上位8。 各国及び開催国の韓国は予選を免除される。出場国と e ホフランキングは以下の通り、2016年の e ホフランキングに基づく上位5カ国及び開催国の韓国は予選を免除される。アイスホッケー女子韓国代表が開催国枠で出場する予定で準備していたが、開催直前の2018年1月に、 政治主導で北朝鮮との合同チーム結成が決定した。前回大会と同じくグループ B の上位2カ国とグループ A の4カ国で決勝トーナメントを行う。このためグループ A にイーホフ、ランキング上位4カ国、グループ B にランキング下位4カ国のグループ分けとなっている。予選リーグの各組1位と2位のチームのうち最も良い成績のチームが準々決勝へ進出。 その他のチームは、プレーオフ戦へ進出。予選リーグ A 組予選リーグ B 組予選リーグ C 組、プレーオフ準々決勝準決勝3位決定戦、決勝最終準予選リーグ A 組予選リーグ B、組準々決勝5から8位決定戦7位、決定戦5位決定戦準決勝3位決定戦、決勝最終順位2015年世界選手権、終了時の良いホフランキングに基づき、 予選の組み合わせが決定された。予備予選ブルガリアとジョージアの試合の勝者は一時予選に進出する。一時予選進出、ブルガリア一時予選2015年11月5日の8日に一時予選が行われた。のグループ内でふさあたりリーグ戦を行い、各グループ1位が2次予選に進出する。2次予選進出、エストニア、セルビア2次。 予選2016年2月11日の14日に2次予選が行われた。のグループ内でふさ当たりリーグ戦を行い、各グループ1位が最終予選に進出する。最終予選進出、イタリア、ポーランド、日本最終予選2016年9月1日から4日に最終予選が行われた。2次予選通過国はランキングが高い順にグループ FED へと割り当てられる。 のグループ内でふさ当たりリーグ戦を行い、各グループ1位がオリンピックに出場する。オリンピック出場権獲得、スロベニア、ドイツ、ノルウェー2016年女子世界選手権終了時のインホフランキングに基づき予選の組み合わせが決定された。一時予選2016年10月7日から9日に一時予選が行われた。のグループ内でふさ当たりリーグ戦を行い、 各グループ1位が2次予選に進出する。2次予選進出、メキシコ2次、予選2016年11月3日の6日に2次予選が行われた。のグループ内でふさ当たりリーグ戦を行い、各グループ1位が3次予選に進出する。3次予選進出、カザフスタン、イタリア3次、予選2016年12月15日の18日に3次予選が行われた。 のグループ内でふさ当たりリーグ戦を行い、グループ1位が最終予選に進出する。最終予選進出、フランス、ノルウェー最終予選2017年2月9日から12日に最終予選が行われた。のグループ内でふさ当たりリーグ戦を行い、各グループ1位がオリンピックに出場する。オリンピック出場権獲得、スイス、日本。ありがとうございます。